あ、うわ、絶対にあれは襲ってくる。どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画、カラス爪第592弾はこちらのゲーム、ロード・オブ・ザ・フライズやっていきたいと思います。不気味なおもちゃだらけの世界でネズミのおもちゃが冒険する、そんなリトル・ナイトメア風のホラーゲームですね。中にはモンスターも出てくるそうなので気をつけて逃げていきましょう。いや、なんかとにかくデザインがいい感じなんですよね。おもちゃが動き出すっていうコンセプトはやっぱり大好きです。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。さあ、ということでやっていきましょう。WASD で移動、スペースでジャンプ、シフトでランかな。あ、なんか今すごいジャンプした時、おわ、なんだこれ、ちょっとかっこいい、決めポーズの状態でジャンプするやん。ちょっとビューティフルジョー。え、古いか。ワニワニパニックのやつがあるけど、これなんかできたりしないの。かわいいね、こいつ。でも勝手に一人でに動いてるから、こいつもなんか命の宿ってしまったおもちゃなんでしょうかね。とりあえずここからこっち登れそうな雰囲気だけど、これは持ったりはできない。この子は動かないんだね。カエルのおもちゃかな。なんかでもギザギザしてるけどね。ちょっと恐竜っぽさもありつつ、うわうわ、ちょっと待って、上怖っ、急に仮面。なんかハンニャの面みたいなんだけど。怖くない。こっちがそのまま渡れんのかな。あ、しかもあれだ、キラキラ星じゃないこれ。曲がね、いいね、そういうところまで凝ってる。あら、かわいいな。なんかでもやっぱこういうトイストーリー的な設定すごい好きだから楽しくなっちゃうな。あ、待って、ちょっと待って、一回降りよ。それさ、ファイブナイツじゃない。うわ、やば。ゴールデンフレディかな。あ、ふうふう言ってる。これ大丈夫なの。これ大丈夫なのっていうのを取り入れてるけど、まあでもなんかファンゲームみたいなもんだから大丈夫なのかな。目が光ったのが怖いけども、さ、とりあえずじゃあさっきのところ上登ってけば良さそうだよね。さて、とりあえずはしご登って、そっち側でいいのかな。ほい、よし、何も見えん、何も見えんぞ、何も見えんぞ。落ちてんのか俺。落ちてた。この手のゲームさ、今これキーボードでやってるんですけども、だいたいやっぱリトルナイトメア系は奥行き感が伝わりづらかったりするから、コントローラー対応してることが多いんですよね。でもこのゲームに関してはキーボードでやってるって感じですね。で、コントローラー対応とかをした方がきっといいだろうなーっていうのはすごく感じますけども。これはいけてんの？何？いけたの？いけ。あの、手前が木目すごい見せられてたけど、なんか違うエリアにとりあえずやってきたんだね。あ、で、手前はいけないみたい。あー。ちょっと待って。ジャンプむずいぞ、このゲーム。あ、すごい、なんか深淵。深淵がざわついてた。おうおう、行き過ぎちゃいそうになるこのゲームね。これはそっち側渡ればいいのかな。はいはいはい。なんかでも急に不穏な感じになったけど、死んだおもちゃ、あれは何、ビクビクしてるんだけど、近寄っても大丈夫。ああ、ああ、うそ、初見殺しのやつ。これでもあれか、結構割れる板がいくつかあるってことなのかな。こっち側から行ったら危険。え、でももう今更引き返せないものな、きっとな。ちょっと斜めに飛んで、よし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 、オッケー。上、あ、上登れたら、あ、なんだあれ、怖っ、腹のマークすごいね。海賊じゃない、もう。で、何、泣いてんの。泣いてんだったら慰めないといけない。大丈夫。 Hey guys, what's up bro, man, are you crying? 踏みつける、踏みつける、踏みつける、踏みつける。ちょっとだけ乗れるぞこいつ。乗れた。あー、ごめんね、踏みつけて、それは泣いちゃうよね。ああ、そんなことするから、ちょっと待って、落ちて。ごめんね。あいつのでも相談乗ることできなかったな。これね、あのね、見てる3倍ぐらい難しいです、あのジャンプアクション。オッケーオッケー、斜めに飛ぶ。もうそこを割るっていうことすらさせない。とりあえず今度はそこの移動する板に乗れば良さそうなんだけど、どれぐらいまで手前まで来るのか。あ、割と来るね。よし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 。これもまた割れそうで怖いな。あー、届く、危ねえ、割れた本当に。あ、これ結構初見殺ししてきそうだな。こっち側は大丈夫、割れない。おうおう、人形が。あー、
その重力の概念を設定するのが難しいっていうイメージっていうんですかね。なんかそのゲームによって癖みたいのがあって、それに慣れるまではなんかちょっと難しかったりするのよ。そういうのを自然にこうプレイヤーがやりやすくしてること自体がやっぱすごかったりするわけだよね。でリトルナイトメアっていうのはその点がすごく優れてて、特に1より2なんかね、奥行きの表現とかもかなり分かりやすくなったっていうところがね、すごい俺好きな部分なんだけども、これでエリア移動かな。いやー、だからこうやってこうね、いろいろ作っていく中でちょっとずつそういう部分が改善されたりするんだろうね。危ないよ危ないよ、カタ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 、入れ歯のなんかやつがいっぱい襲ってくるじゃない。そこにもいるじゃん、上にも。怖、舌出しちゃって、そいつもなんか襲ってきそうじゃない。これ大丈夫？降りていい？右もなんか気になるんだよな。ライトチカチカしてるけど、その奥なんかあるよね。よし、降りるよ。あ、うわ、絶対にあれは襲ってくる。なんか変な爆弾みたいな装置ついてるけど、ちょっと、マジでトイストーリー1じゃない。シドに魔改造されたおもちゃみたいなのがいるけど、これ進んで大丈夫？行くよ。あ、怖い怖い。ゆっくりめに行った方がいい？絶対シャンシャンシャンってくるよな。あ、怖い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 。なんか線が繋がってんのかな。影がさ、左にコード繋がってるよね。あ、待って、それ入れ歯のやつも襲ってくるってことだよな。ってことは右奥に行かなくちゃいけないってことだよな。近づくよ。おー、ギリギリまで行こう。このマットのところは大丈夫ってことかな。下に移動したら襲ってきそう。あー、来た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 。あいつが叫ぶと呼び寄せちゃうんだ。うわ、怖わ。思ってたよりちゃんとホラーだったわ。そこのピアノまでジャンプしちゃえば OK。 あ、待って、あ、それはシンプルに、あー骨という骨がなくなってね、ピョン。で、猿自体は襲ってこなさそう。あ、キャッ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 じゃないの、やめて。ジャンプしてこっちまで行く。それは、お、生きてる。 OKOK、 いけたいけたいけた。このマットは大丈夫かな。チキンが、びっくりチキンがある。びっくりチキンもなんか音鳴らしそうだよな。音で遊ぶおもちゃランキング上位2位じゃない。ちょっとびっくりチキンと猿、これチキン踏んだらどうなるんだろうっていうのちょっと気になるけど、踏んじゃおうかな。やっぱちゃんとなるんだ。なってほしいなって思って言ったけど、ちゃんとなるんだ。あ、いいな、なんか思わずこう試したくなっちゃうっていうのがこのゲームのその遊び心の部分っていうか、いいよね。問題はここのびっくりチキンのとこだよな。これはジャンプして、うー、ジャンプジャンプジャンプ、跳ねろ跳ねろ跳ねろ、よしよしよし、そこだ、滑り台だ、さあ行って。なんかいる、てか見たことある、別のホラーゲームで。あれは豚の殺人鬼としてシンプルに追ってきたことがある。今回はミニチュア。見たことある人がいる。奥のペンギンかわいいね。豚のおもちゃっていう設定なのかな今回。でもめちゃめちゃ釘バット持ってるんだけど、あの人絶対に襲ってくるじゃない。ここから出たら律儀に絶対襲ってくるよ。行くよ。はい、来た来た、ブギーガニー。ちょっと待って。でワンブヒーだと思ってたものがツーブヒーだった。うわ、しかもここまで戻されるの、うわ、結構しんどいぞ。オッケーオッケーオッケー、頑張っていきましょう。ああ、よしよしよし。あの猿さえ鳴らなければ歯は追ってこないから、ちょっとこの慎重に行きつつ、うわ2匹んだよな、ここの歯が本当に、うわシンプルに驚いた今の。いやー、あそこむずいな、難所だな。これさ、一回あえて鳴らして戻る、ここで一回静かにして、そうすれば一体こっち来てるから、ここでちょっと避けやすくなる。そうだろ。どこが避けやすくなるんだよおい。めちゃめちゃ難しいんだけど。ねえ、豚さんのとこまで行けない。こっち側、よっしゃよっしゃよっしゃ、いた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 。でまずここで一回滑る。で、マットのところはだから基本安全なエリアってことなんだと思うんだけど、これさ、降りた瞬間、やばいのかな？それを確認しよう、一回。あ、大丈夫だ。走ったらやばいのか。この、ちょ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 、ちょ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 歩きで、なんとかならない。
で今度右手前に出てくるはずなんだよな。うわ、なんかリトルナイトメアで出てきたオルゴールみたいのある。右手前そろそろ来そうだもんね。あー、いる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 。うわ、ちょっと待って、これしゃがむとかっていう概念ないよね。ないな。うわー、ちょっともう釘バット見えてんだよな。走ったらやばいもんね。ロボットもいるじゃん。ここで死んだら結構しんどいぞ。てかペンギンが中にファービーみたいの入ってる。怖っ。空だったんだあれ。マトリオシカ式。わー、あのロボットもなんか襲ってきそうだな。動いてるってことはね。ここまでは良さそう。すごい。このちょこちょこ歩き有効だぞ。絶対に視界には入ってるはずだけどね。これかわすのだいぶ厳しいよね。単純にジグザグ行けばいいのかな。走りではもうこれクリアできないエリアなのかもしれないよね。ちょこちょこ行こう。うわ、待って。3人目の豚さんがいる。っていうことは、このロボットは牙向いてこない?ここにいるのは、豚だけ?襲ってくるのは。それはあり得るよね。あ、もうでもちょっと怖いんだけど、もう近寄りたくない。ちょっと手前寄りにそろそろ行き始めたよね。電撃イライラ棒じゃない、もう。ネズミ版、電撃イライラ棒じゃない。チューチュー、チューチュー。僕気づかれないみたい。視界には入ってるんだけどね。そろそろもう走り出したくなっちゃうな。釘バット持ってんだもん。かなわないよ。襲ってこなさそうだね。でもやっぱこれちょこちょこ歩きには反応しきれてないぞやつら。完全に俺攻略したわこれ。このゲーム。3体目の豚をとりあえず通り過ぎて、うわ、ワニだ。ワニだよね。ヘビかな。あ、ヘビのおもちゃが分断されちゃってるってことだな。多分頭にあるのがあれゼンマイで、ゼンマイ仕掛けで動くヘビのおもちゃみたいな感じなんだろうね。その裸電球の隣通るの怖いな。大丈夫かな。そろそろもうダッシュしたいよ。ちょこ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 。このちょこちょこ行けばなんとかなるぞ。そこもなんかあれかな、クリアだったりするかな。次のエリアに行く感じかな。いっぱいに追われてやばいって言いながら行くことだったんだろうね。だろうね。っていう。俺はもうこのまま行くよ。ネズミだからちょこまけ行かないと。やっぱ行くよ。はい、来た。入ったんじゃない、安定。あ、次のエリア。いや、リトルナイトメアだよそれは。もう完全にあの学校のやつだよ。下からやってきました。あの子は助けてあげたいな。頭が空っぽのあの子たちね。結構他の自分の好きなゲームをいろいろ織り交ぜてる感じなんでしょうね。まな板で調理されそうになってますけど、あのお人形さんね。冷蔵庫に入ってたもん、なんだろうね。血塗られた人形たちがいっぱいいるけども、さすがにもうちょこちょこしなくて大丈夫かな。あ、なに、おー、なんかいる。毛糸の人形、なんか背中裂かれてるけど、超巨大なやつがいる。怖っ。なんか持ってるよ、しかも。これさ、でもテーブルの下は安全だけど、出た瞬間危ないってことだよね、きっとね。え、でも、あいつそこにいられたら無理なんだけど。一回外出てみる。外出て。あ、でもあいつ降りてこないの。大丈夫か?大丈夫ってことにして、ダッシュ!行こう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 。あ、クッキーマンいる。うわー!うわーだ!襲ってくんのか?どっちから来てんの?どっちから来てんの?乗っちゃっていいの?あ、でもあいつの顔見たいな。まだこれ今初見だもんね。あいつの顔見たい。すっごい怖い声は出してるけど、多分あの人バグってるよね。バグってるから挨拶しに行かないといけない。全然全貌が見えない。全然全貌が見えない。テーブルの上乗らないの、お行儀悪いんだから。いや、テーブルの上乗ってあいつにやられたいんだけどな。やられたいんだけど、ジャンプ力的にこれ足りないわ。乗れないっすね。こいつが唯一人間サイズだから、こいつがそのやばいおもちゃを作ったりしてたのかな。いや、ちょっとあの人に挨拶したかったんですけど、無理そうなんで行きましょう。うわー、すごい動く歩道だ。あ、クリアしちゃった。ちょっと待って。最後のあいつ気になる。ちょっと待って。 2B じゃねえのよ。もう一回行こうかな。さあ、ということでちょっと時間をかけてまた再び戻ってまいりました。いや、最初からやんなくちゃいけないからちょっと大変だったんですけど、今度こそバグんなよ。おー、来た来た来た。わー、
すっごいやられた、やった、あなたの顔が見たかったんですてかあれだったね、バグってなかったら割とここも難しいエリアだったんじゃない？これちょっと行くとすぐウィーって来るわけでしょ。どこなの？ウサちゃんかな、多分ウサギっぽかったよね、ピンクだったし。わー、来るぞ、来た。一回こう下入って突っかかってねえか、あの子なあ、突っかかってるよな、どんどこちょっと待ってくれよもうちょっとちゃんと顔 見させてくれよ。なんか追われる感じのやつやりたいんだよ、いつもの。まただおい、テーブルマナーがなってねえなすぐ上行っちゃうんだから。あ、よし、死ぬことできたぞ。ナイス。これで場所もリセットされるはずだから、もう一回やつが生成されるから、ダッシュで今度迎えに行こう。いけ。あ、来た。うわー、こっちだよ。よし。いや。素晴らしい、カメラさん、素晴らしいです。いいの撮れたんじゃないですか？ちょっとこれ、正規の方法でちょっとクリアしたいですよね。こう行って、キャイーン！ダダン、ダダン、ダダン、ダダン。で、あの辺でやっぱ突っかかりがちなんだろうね。あ、ナイフ持ってんだな。あ、だいぶ怖いね。はい。こっち側からぐるっと回ればいける？はい。ああ、なるほどね。はい。徘徊して、あっち側行きますよ、みたいな。あ、いいですね。いい感じ。じゃあ、これで、走って、こっちのエリア行った時にまた気づかれて、やばいよってなって、追ってくるわけだ。追ってこいよ。来た。やった、いい石収めてますよ。もうちょっとおいで。もうちょっとこっちまでおいで。ね。まあ、いいか。十分か。出るね、あざした。あれは何はい、ということで今回は、ネズミのおもちゃが冒険するリトルナイトメア風ホラーゲームの方に挑戦してきました。またこんな感じで一風変わったホラーゲームなどどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。